バイクで合コン、イエーイ。はい、始まっておりますね。さあ、またマイクが入ってないですか。入ってないですね。どういうことなんでしょうか。またさあ、私の方で進めていきましょうね。ただいまの時刻4時45分を回っております。最後のポイントとなります、こちらディノザソンにございますタンデムさんにお邪魔しております。そして今、この動画をご覧になっている方、男性諸君が、はい、今いますけども、男性諸君の前に誰もいないっていう、はい、誰もいないもう座っていいんですよ。かわいそう、かわいそうって言わないで。なんで誰も座らないですか。男性は待っているのに。女子座ってください。どうぞどうぞ。早い者勝ちですよ、はい、早い者勝ちですよ。はい、好きな場所に行ってください。うん、どこに座ろうかなって。早い者、これでも違法なやでよね。違法なやでよね。座りにくいですよね。はい、触っていいですよ。どうぞどうぞ。はい、はい、で、みちさん、はい、タンデムさん、タンデムさんね、ご協力いただきました。すごいおしゃれな。そう、ね、オーナーさんもバイクを ね、好きで、ね、中にもうなんか昔の旧型のバイクも飾ってあって、うん、美味しいコーヒーも飲めるということで、はい、こちらでまた休んでいただいて、うん、ここがラストの休憩ポイントとなります。はい、で、次のくじ引き出発するときに引いてもらうのが本日ラスト、うん、はいという形になりますね。うんうん、はい、いいですよ。皆さんこちら見なくても、男性向いても全然いいので、まあ、向こう向いててください、うん、もうチャレンジしててくださいね。はい、先ほど乗ってましたね。あ、乗りました。ジン君の車乗ってましたけども、24歳のジン君の背中に。24歳のお腹は握ってたね。なんか後ろから見てたんだけど、そうたまにギュッてして。どんなでした、ジン君の運転は。ジン君24歳にしてはね、なんかちゃんとしてた。上から目線ですね。すごいですね。バイクに乗ったこともない人がちゃんとしてたよと。上手だった、とっても。そうなんだ、うん、上手だったんだ。いいシートだった、しかもいいシート。バイクを分かってるからのコメントですね。はい、そのジン君のあ、お車じゃない、バイクに乗ったということで。そうそうそう、ジン君、ほらほらジン君、あ、上手だった、とっても上手だったってよ。ねえ、いいバイク乗ってる。女性の皆さんはこういう風にして、うん、各男性の皆さんのバイクに乗られてて、うん、やっぱ女性目線としてそれがあるんだよね、うん、そう、うん、あると。で、やっぱり、うん、あの、やっぱみんな俺が入ってます、入ってるよね、大丈夫、あ、はい、フルフェイスになってるじゃん、全部。あ、はいはい、カシャン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 みたいな。何を言ってるんですか、カシャンカシャン。全部全部全部。お前近くね。だからね、お前近くね。あの、ヘルメット、うん、ヘルメット、うん、メット、うん、いや、やっぱかっこいいよ、ヘルメット。うん、ヘルメットをかく、ヘルメットをかぶってるメンバー。すごくいい男、みんな見える。ん、いい男に見えるわってね。ヘルメットかぶってたら見える、とっても見える。もっと今いい男、いい男、いい男。今なんか会話してますか。こっちではちょっとゲームはないんですけど、おのおのと、はい、おのおのと。もうこれが最後ですよ。ここのポイントが、ここでしかもうラストの PR が出てないので、ね、でも私ちょっと感じたんですけど、うん、あのいろんなところをやっぱり回ってポイントポイントで、うん、捨てていただいたんですけども、はい、あの今の地点が、うん、みんな結構やっぱりちょっと慣れた感が、まあまあまあ、まあ、うん、お話をしている人もすごく多かったし、信号待ち子で、信号待ち子で、やってた、ね、そうそう、やってたやってた。しかも、信号待ち、何みたいな。って思った時にもう終わりだもん。そうそう、その時になんかヘルメット勝つみたいな。これはこれ多分ただ体の反応でコツってやってるだけでしょ。うん、でもああいうのって車ではないじゃんね、うん、ヘルメットのカツンカツンは。あ、まあ確かにそうです、うん、これこそ本当にカップルになったら、うん、カツンカツン愛してるのさあ、いい、うん、みたいな。貸しますよってならないから。え、ならないから。好き同士だったらならないと思うよ。そうだね、うん、え、でもこれで本当にカップル成立になった際には、うん、またドライブに行ける。いいねー。だってね、うん、今日やっぱ外から私たちも見てるのが多いんですけど、うん、なんかすごいいいカップル集団って感じがするもん、うん、あと、あの本当にセーフティーに、うん、あ、もうドライブを楽しんでるっていうのが後ろから見れたね。えもう実際にさすがです。あ、なんか白バイっぽいからね。いや、でもさ、本当にこのブクシケン君だった。先導もそうですし、うん、後続もね、橋山さんたちもそうなんですけど、うん、このスタッフのまた配慮というんですか。そうそうそう、このメンバーが、あのね、手の出し方またみんないいんだよね。大好き、さりげなく、もう大好き、あんなの。気をつけてよ。行くよみたいな。
これしか言わないですよ多分女子はキュンってくると思う。みんな気をつけてよ、行くよ、ここ曲がるよ、はいみたいな俺もやるよ。あ、俺もやるよ。なんで空きブレーキ危ないよってマサヤさんね、人選んでる。人選んでない、マサヤさんね、語弊がある人は選んでないですよ本当自然の空気が吸える二度差で、はい、なるほどね、今みんなちょっと、はい、いい感じ、最初とは違った感じのなんか盛り上がりをしてるのかな、うんうん、でもいいですね、この健全な、うん、またこういうこの自然に囲まれてるからそういう気にもなる、ね、タンデムさんのこの場所、うん、建ててある場所がそうなんですよね、はいはい、で1階はそういう喫茶店なんですけど、うん、2階はまたね宿泊施設も完備してあるので、そう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 、あ、皆さん今度ちょっとカップルになられたらタンデムさん2階宿泊、あ、なんかプレゼントしてもらえますかね、ドライブがあったら、せっかくなのでタンデムの社長呼びましょうよ。あ、そうですね、うん、タンデムの社長さんはいらっしゃいます、うん、いらっしゃいますよ、後ろに。あ、ほらちょっとコメントもらいましょうよ、ぜひぜひ。もうせっかく、はい、はい、はい、じゃあまあちょっと自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、はじめまして。はじめまして、B&B タンデムオーナーの新里と清司と言います。よろしくお願いします。はい、新里さん、素敵なお店ですよね。 ありがとうございます、ね、さあまずちょっとお店のねせっかくなので紹介の方していただきたい。まず1階はどういったお食事ですか。1階はですね、26名収容のカフェになっています、うん、はい、はい、あの昼間はですね、うん、17時から3時までカフェタイムで、うん、夜は、パーティータイムということ で、 いいで、ね、はい、貸し切り予約でですね、なるほど、はい、楽しんでもらってます。なんかコンセプトなんかあるんですか、はい、1階の方は一応ですね、うん、あのステージがありまして、うん、あのライブもできる、そうそう、あの自分たちでね、うんうんうん、どんちゃん騒ぎするというパーティーできるということですね、うん、素敵ですよねありがとうございます。新里さんもバイク好きなんですか。私はですね、人生20代ぐらい乗り継いできたんですね。人生20代ぐらい、そのうちの18代はアウトバンさんのバイクなんですね。そうなんだそういう関係でアウトバンさんと長い付き合いさせてもらってます、はい、あ、じゃあアウトバンさんにいっぱいお金を支払ったんですね、はいね、あ、その分またこっちに返してるというなるほどね、だからやっぱりちょっとあのお店の中にもねバイクが1台ね、はい、素敵なバイクが置かれてるんですけど、はいはいはい、何かあのバイクには意味があるんですか、はい、一応アウトバンの社長のコレクションの1台で、うん、白本社長の、はい、1964年型のホンダベンリー CS90、うん、ということでちょうど東京オリンピックの年のバイクなんですね。東京オリンピックの、はい、あのうちのお客さんでだいたい65歳の方は昔これに乗ってたという人が多いんですね、はい、非常に感動してますよ。そのバイクをまだ、はい、またそれをの、見ながらまたねお食事とかね、はいはい、また夜、はい、お酒を飲むと最高でしょうね、はい、さあそして新藤さん2階もなんかあるようなんですけども、2階は宿泊、うん、宿泊スペースということで、おうおう、ツインの5部屋ですね、うん、はい、それぞれドアの色が、バイクメーカーのカラーになってますでしたでした、はい、全然違う、まだ景色もやっぱ違いますよね、はい、一部屋一部屋、一応ですね、うん、この向きはちょうどあの名護市向きになってるんですね。おうおう、ちょうど串滝が正面に見えますけど、うん、ちょうどあの海側がちょうどあの金湾、うん、はい、オーシャンビューということで、はい、変田島、宮城島、池島が地方ですね、うんうん、はい、はい、さあこのタンデムのこのお店そして宿泊施設をやってどれぐらいなんですか。はい、実は6月3日オープンなんですね、うん、まだ4ヶ月の、はい、まだね、はいはい、真新しいお店ということ で、はい、じゃあこれからがちょっと楽しみになってきますね、はい、あのね、どんどんお客さん増えてますので。あ、そうなんだ、はい、やっぱりね、じゃあお客さんの皆さんちょっと来たいなっていう時はどう言ってご連絡したらよろしいですか。今のところ、うん、飛び込みでも、あ、飛び込みでも十分空きがありますので、はい、できましたらあの、うん、電話か、電話か、はい、ネット予約の方も、ね、はい、やられてるということで、はい、皆さんタンデムで検索の方もよろしくお願いいたします、はい、お問い合わせ番号もお願いしましょう。お問い合わせ番号、電話番号あります。あ、電話番号ですね、0989685336まで、はい、ということで、ここで後でつけとこうね、はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます、はい、じゃあちょっとお邪魔しますので、はい、ありがとうございます。はい、新里さんでございました、はい、さあね、本当に素敵なお店なので、ね、ぜひ皆さんですね、一度また今年、オープンしたばっかりの、ほやほやの、ね、新しいね、ミームンですよ、ミームンのお店なので来てください。ミームン分かりますか。はい、まあ新しいって多分出てると思う。出てないですね
寝れない。また風景も、なチンワンも見えるって話だったので。そうオーシャンビューでね、とても綺麗な、はい、景色で、やっぱこの自然な ね上も我々前回お邪魔した時見せてもらったんですけど、来たじゃないですか一緒ね。とても綺麗な風景が見れますので、ぜひ皆さん、また違う人と泊まりに来たんでね。ぜひ皆さんご覧になってください。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今ちょっと見てみると、うん、盛り上がってはないけど、まあでもわちゃわちゃしてるような感じですよね。やっぱみんなちょっと大人ですね。大人ですね。まあ、大人な感じですね。ね、なんかだいぶ疲れてるのかな。疲れてるのかな。ね。先ほどみゆきさんがまたがった、はい、うん、みゆきさんはまたがってないですね。私はまたがってない。その男性が所有するバイクにまたがったっていうんですね、うん、その男性にまたがったって言ったらおかしいですよね。あのじんくん、卵がけご飯が好きだそうです。あーいいね、卵がけご飯。卵かけご飯につける醤油ってやっぱり味が変わるんだよ、醤油で。あ、ごめんなさい。コメントに困りますけども、さあ、シロワさん、これは何時出発にしましょうか。ただいまの時刻もう5時前ですね。5時5分出発、5時10分、うん、5時10分出発ということなので、はい、うん、じゃあ皆さんちょっとまたゆっくりをしていただいて、はい、5時10分に出発しますので、うん、皆さん5時10分です。で、次引く9時がラストになります。あら、次がラストですね。あらら、ラストは乗られます。ラストは乗られます。何か、うん、あ、いいよこれ。こそっと聞いときましょうかね。あー、いいんだ。ラストはね、人に当たる。やっぱ運命が来てるんだね。なるほどね。あ、そうなんだ。あ、そうなの。いる。うん、やっぱちょっとやっぱり不満があるのね。え、でもそれってさ、うん、交代したくないって人もいるってことだよね。それでもいいんじゃない、別に、うん、あー、分かりやすいね。うん、なるほどね、バイクって言えば無難だね。バイク好きだからね。なるほどね、またバイクって言えば無難だよ。そうだね、そうだよ、そうしよう、うん、そうしよう、そうしよう。ゆき、H2O 乗り…H2O? H2O?H2 だよね。H2O 乗りたい。残念、乗れないって。 H2O ではないですから、そもそも。H2 ね。今度機会があったら、ほんとね、はい、ちょっと、またがるのは、運転してみたい。またがらしてもいいですか。あ、どうぞ。あ、また、後ほどじゃあ。あ、またがるのただ。ただそうですよ。あ、怖い。アウトバーに行くんですね。FM みたいの方に、社長の方で苦笑いっすね。給料天引きって。素晴らしいですね。じゃあちょっとこそっと聞いておきましょうかね。そうしましょうね、この時間帯にね。皆さん、あと10分後に出るので、はい、10分に出るので、ちょっとその前にまた9時を引くので、これがラストになります。はい、そうですね。よろしく、これまたがるのはラストになります。よろしくお願いします。じゃあ一人ずつ女性を呼んで、どれに乗りたいか見てもらおうよ。いいね、うん、俺これ、ね、うん、うん、あ、ね、ちょっとじゃあ、じゃあまず一人ずつ呼ぼうよ。だ、まず1番から。あ、じゃあね、俺呼んできます。うん、1番から呼んできますね。チーフ、音楽スタート。